こんにちは、ジョージシャラです。今回はですね、こちらのつなげレールのクロスレールですね、これをね、ちょっと4つ使って、そしてあとね、このマガレールなんですけど、ちょっとマガレールをね、ちょっと円にしてみました。で、こちらもですね、同じく4つ使って、ちょっとね、面白いレイアウト思いついたので、それをやってみたいと思います。で、まあ、どんな感じかと言いますと、まあ、こんな感じで、で、この部分をね、こういう風にクロスさしたらですよ、これ面白いレイアウトになるんじゃないかなと思ったんですよ。これで繋がって走ってるとどんな感じになるんだろうかなっていう、ちょっとワクワクしません？はい、ということで、まあ、今回これやってみます。ちょっと思ったより、ちょっとマガレールを結構使わなきゃならないんで、ちょっと4つは無理っすね。あー、マガレールが足りない。3つだったら可能かもしれん。ちょっと3つでいきます。このマガレールだいぶいい感じになってきた。よし、じゃあここに取り付けて、よいしょ、で、よし、こんな感じでできました。なんかこれすごくないですか。かなりなんか変なレイアウトになりました。やっぱりあのレールのね、数が、マガレールの数がちょっと足りなくて、まあ、あとね、マガレールこれだけしか残ってないんですけど、あの4つはね無理だったんで、まあ、1つはね省きました。とりあえず何走らせようかな。ちょっとこれミニオンズやめとこう、うるさいから。うるさいからやめといて、あ、これ行きましょうか。ハローキティ。よし、じゃあ行ってみます。果たしてどうなるんでしょうかね。では、これで行ってみたいと思います。じゃあもうね、ハイスピードで行きます。ほう。で、こっち、あ、回ってくる。あ、これでね、これで一周帰ってくるんだ。なんて言うんやろ。あの、一等やわね。私は何を期待してたやろ。で、まあ、とりあえずちょっと早いの走らせてみます。じゃあ、とりあえずね、この L0 系リニアで行きます。これね、何も改造してないやつです。じゃあ、これに、で、ハイスピードにして、行きます。ほう。まあ、あのクロスレールがね、あんまり速いやつは走れないんで、ちょっとこれぐらいでね、行かないと厳しいんだとは思うんですけど、それでもちょっと厳しい感じはしますね。やっぱ引っかかるんですよね、クロスレールがね、どうしてもね。ちょっと速くなるとクロスレールで引っかかるんで、よいしょ、やっぱ先頭車だけで行きます。はい、じゃあ先頭車だけで、これだとね、まんま速いのもいけるんで。あ、やっぱそうですね。すごいな。じゃあ続きまして、こちらはね、スーパースピードシャーシなんですけど、モーターをハイパーダッシュ3モーターに交換してる E5 系新幹線ハヤブサです。よいしょ。で、ハイスピードにして、ほう。あ、ちょ。ほう。おー、いけてる。おー、いけてる。やっぱりね、単体だと、先頭車だけだと、やっぱ結構速いのも、このクロスレード走れるんで、なんか、うおー、ちょっと、このすれ違いが、やばいね。やばいね。ちょっと、これ、面白いかもしれない。すごいね、スリリング。あかん、あー、追いつかれちゃう。あー、どこいね。ちょっとこれ逆でも行ってみる。逆行ったらどうなるんだろう。これちょっと逆でちょっと行きます。これなんかかなりスリリングなね。あかん。強いな。L0 系強いな。
いや、エルゼの毛強いな。めっちゃ強いな。では最後はこちらのね、5台のプラレール、あの先頭車だけ走らせてみたいと思います。たくさん走らせたら結構面白いかもしれないって言ってますね。はい、じゃあまずはハローキティ、よいしょ。そして、桃太郎で、湘南色で、あずさ、そして水穂桜。はい、こんな感じでちょっといっぺんにね、5台走らせてみて、おおあちょ追いつかれてる。あずさが、あ、連結連結、おおあああのキティも、ちょっと待って、これ最後どれが残るか気になりますよね、これこれあの、いわゆるあのバトレールってやつですか。あちょっと待って、おギリだ、すれ違いギリだ、どれが残るんだろう。あちょっと待って、どれが残るの、それが気になる、最後それが気になる。なんかあの強そうなのは正直桃太郎かなって思うんですけど、いやあの湘南色もね、多分形がこれ寒いんで、いや強いんじゃないかなって思うんですけど、これ正直変わったね、これ願うと楽しみたかったけど、最後バトレールになるっていうね。まあでもどうなるんだろう、どれが勝つんだろう、どれがどっちが勝つんだろう、皆さんはどっちが勝つと思われるでしょうか。私はね、桃太郎の実況ですね。なかなか、なかなかこれ、当たんないですね。当たんないね。綺麗にすれ違うね。これ当たって欲しい時には当たらなくて、こう当たらなくていい時に、おお、ギリだ今の。当たって欲しくない時には当たるっていうね。あーどうだ、あーどうだ、どうだ、ああ湘南色勝ちましたね。チャンピオンは、湘南色です。ってなんだこの動画は。はいはい、いかがだったでしょうか。今回はマガレールとクロスレールを使ってちょっとね変わったレイアウトを作ってみました。まあ最後はね、ちょっとバトレールみたいな感じになったんですけど、まあ、どうですかね、もしね、評判良ければ、またこういうのもね、やってみようかなと思います。はい。ということで、まあ、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。おおあああハローギリも。おおギリだ。すれ違いギリだ。どれが残るの、あーちょっと待って、どれが残るの、当たってほしくない時に当たるっていうね。あーどうだ、あー湘南色勝ちましたね。チャンピオンは、湘南色です。ってなんだこの動画は。